見たのね。ひ弱でしょ。あそこで何もできず、大事な人さえ守れなかった。とても危険なはずなのに、どうしてここを選んだの？私に教えてくれた。人間はそんなにひどくないって。そろそろ時間よ。今日の空中庭園は騒がしくなるわ。みんながあなたを待っているわ。今度あなたに贈り物を用意してあげるわ。